はい、こんにちは。ということで、重力クラフト。重力クラフトやっていきますか。今回は、ほら、牛と鶏。シュールだなぁ。すごいね、これは。めちゃくちゃシュールやなぁ。上に、天井に張り付いとるわ。それ、ユッキー、ユッキー。あれは？羊は？羊集めてくるって、ペットがいるみたいなこと言ってなかった、ユッキーのペット。ついてきてねよ。あ？あ、向こういるんだ。こっちにを、集めるの大変だっただろう。っていうか。あ？おー、だいぶ整備されたね、ここ。おー、あ？左、まっすぐ行くと、海あり。渓谷、海への道、ユッキー像、正面。ユッキー像？大仏、ん？大仏、発展した尿。ヘッツ、ヘッツ、ヘッツ。はい。は？ほんまに羊連れてくるの無理にょ。あー、悲しいね。ユッキーのペットにょ。ボビリキリ、は？リキリキちゃん。リキリキちゃん？は？ボビ、は？いいぞ、やって。ありがとう。できたなこいつ。焦って慌ててきたんだけど、こいつなんか慌てふためいてやってきたな。なんかさ、すごいな。パーティー聞きつけてやってきたね。あれ、ユッキー像か。嘘、うぞきゆう。あ、まさかユッキー像って書いてるのか。これ上下逆さまにして。でもなんでこっちはニョニョニョってなったんだ。考えてニョ。なんか燃えてるけど、ユッキー大丈夫？あれもう消化できないよ、ユッキー。バイバイニョ。いけないニョ。残念だな、ユッキー。有終の美を飾った。おお、ここすごいね。しっかり小麦畑が発展したんだな、ここも。くんさん、家燃えてる。あ、つぶがいのあべこべハウス。なんで燃えたのこれ。これダミトモじゃね。え？って言ってとぼけてるぞ。ダミトモの家よりさ、つぶがいの家の方がさいいねみたいな話してたから。嫉妬？え、嫉妬で燃やしたの？マジ？つぶがいのあべこべハウスのが先にできて、なんかあっちあんま良くないねみたいな話してるんだ。ダミトモに作ってる大きいやつ。そこみんなから奪ったダイヤ20個あった。おい、みんなから奪った。あのさ、みんなから奪ったってさ、それなんか別に、自慢できるものじゃないよね、それ別に。それなんか思い出の品みたいな言い方してるけど、別に全然それってなんか美しいものじゃないよね。え、でもこれダミトモ相当やばいやつじゃないか。泥棒が放火マンに家を燃やされた地獄案件。え、本当にダミトモ燃やしたの？よーしとか言ってるぞ、つぶがいは。なんかよーしとか言ってるけど大丈夫かな。あの家が心配だな。つかさ、あそこさ、ダイヤ入ってんじゃねえの、あれ。入ってねえ。え、つかいろいろ入ってるぞ、あんなが。おい、つぶがいやめろ。でもなんか、いい感じだね。あー、屋根ができてる、ちゃんと。内装も、おー、なかなか、ちゃんと、倉庫みたいになってて、いいね。で、この3階に、机があって、おー。なんかちょっと燃えちゃったね。なんかちょっと欠けてるね。どうしたんだろうね、これ。何があったんだろうね、一体。つぶがいのあべこべハウス、よかったのにね。
それやめろおい。それやめろ。何がしたいか分かる、それ。いやでもこの動画今4月15日に撮ってるけど、この動画が出る頃ってさ5月のさ半ばなんだよね多分。いやそれより、それどころか5月の半ばより後の可能性すらもあるから、多分この動画出るのって5月の後半なんだよ。5月の後半にこのミームがどれだけ生き残ってるんだろう。俺らで残す。くん来てみよ。ん？見たことあるな。議会、教会か。教会作ったにょ。これ、逆さ十字になるのか、これ。正しい方向からだと。すごいな、悪魔信仰じゃん。おー。だここでみんなで話し合いができるわけだな。これから。なんかまた嫉妬してる、なんか。嫉妬して燃やしに来たやついる。嫉妬してる。みんなあっち行こうぜ。ネザーの先の森行こうぜ。森、森にアイテム持ってきて、なんか丸石とか足場になるアイテム探索して今日は遠く行ってみよう。なんかあれした、ん？ネザー要塞行き、看板が吹き飛びました。どっちの方伸ばしていくか。まあ海はまあ別として、こっちの渓谷だっけ、正面渓谷。ん？何？こっちなんかあんの？正面は方面で言うと拠点の方に向かいます。おーすごい！うーわ！くっそ整備してんじゃん！やば！渓谷やばいね、これなんか。この先、海、拠点方面。あー！すごいな、整備頑張ったね。おー！え、ちょっと感動だ、これ。すごい。なんか重力クラフトらしい、なんかあれだよね。整備っぷりだね。なかなか。あー、んで、海が広がってんのか。あ。セーフとはならないか。いや、ぶねー。これ燃えたら大変だね。うるせえぞ、じゃらめ。これで行くしかないのか。こっち方面に行ったら、拠点があるのか、果たして。あんの、この先ずっと行けば。うわー、びっくりした。なんかいる、なんかいる、なんかいる、なんかいる。怖い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 。何あれ、え、怖いんだけど。お前誰、お前誰、怖い怖い怖い。エメスか、怖っ。おう、ちょ待て、まずい。え、ここ降りて安全なの、ここ。安全じゃなさそうだぞ、でもここ。え、ちょ待って、これ、どこで降りりゃいいんだ、これ。なんか安全な降りれる場所ないか。こっちだー！どこだ、座標行ってくれ！完全にロストした。慌てるな、深呼吸をするんだ。あー、お前じゃね？ハマスだ、ハマスいる、ハマスだ！ハマスのボートあるぞ。あった。乗って？え、乗れんのかな？乗れた、乗った、乗った。俺ら互い違いになってる。あ、ここか。おお、すごい。あ、通じてる。なんかこれあれか、あの海の家か、この前のパートの。そのままついてきて、了解。すごいな、ちょっと感動だ。ファマスについていきそうになったし、危な。なるほどな。ちょっと待って待って、わあ、フラグ回収した。ここまで来ればもう安全だ。全然安全じゃないやつな。おお、なるほどね。こういう構造になってるのか。やっぱ海が邪魔だな。ちゃんと海を歩いて横断させないとな。くん、どこ？いや、普通に俺たどり着いたよ、ちゃんと。止まって。あー、はいはいはい。新天地に道作った。ほう。あ？何ここ？うわ！え？キノコ栽培。マジックマッシュルーム。すごい不気味な光景なんだよな、俺らからすれば。まず天井にキノコがなってるっていう。どこまであるんだ、この道。すごい、なんかファマスの後ろついて歩くのめちゃくちゃ怖いんだけど。だってファマスにとっては道は続いてても、俺らにとっては道が途絶えてる可能性あるもんな。
なんかいるけど大丈夫かこの辺。あのすごいひどいことになってるよ。走り抜けたけど俺。あのファマス、これ道の整備が絶対必要だと思うわ。これあの落ちて死ぬ。まずここ、これなんだ。ちょファマス、後ろ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 、こうしたらなんとかしてくれ。落ちて死ぬんだよ俺ら。でここはなんだ、さっきのあれでしょ、ユッキーランドとも違うでしょ。ユッキーランドとも違う何かだな。いった、うおー、この先に海があった。あのファマスに GP したら死ぬ。この先に海か。ちょっと周りもモブだらけだな。あ、そう、危険だ。ファマス、そこ安全にしてくれ。そこ安全性に問題あり、その新天地明日までにする。了解。てかさ、今気づいたけど、そこちゃんと教会になってんのか。教会はやばくないそれ。ちゃんと教会、教会になってね。うわすごい、教会は教会になってる。何言ってるかわからんかもしんないけど、ちゃ上で見てやろうか。すごい、おー、気づかなかった。全然よう作ったねこれ。しかも制作者逆転してるはずなのに、すごいやるね。なんか これしょぼくね。俺らのこの倉庫ビルしょうもなくね。でもなんかすごい不思議な暮らししてんだな俺ら。あのめちゃくちゃ不思議な、こうやって見るとすごく不思議な暮らししてるよね。なんか穴蔵のネズミみたいな生活だな本当に。こんなんだって普通のワールドでこんな生活してたら頭おかしいって感じだもんな。マジでバカだよなこれ。あー、こういうところに伸ばして作ってるんだ俺たち。うわー、これはすげえな。ここを喜んで使ってるのか、こんなところを。これを喜んで使ってるのか。こんなところありがたがらねえからな、普通にバニラでやってたら。こんなわけわからんところ、ただの森じゃんで終わりだから。やっぱドラマができるね。ドラマティックになるね、ユッキーアイランド。ユッキーアイランドこれか。なんか何してんのって感じだな。あー、こういうことか、ここか。おー、ユッキーアイランド次はちゃんと防火体制整えといた方がいいぞ。まあユッキーはユッキーランドの発展に期待だね。ということで、くんでした。バイ。